くれるからね。予感しといたけど、今日も知らなくてないから。経験ができないことが子供と一緒みんなとできてよかったと思います。やっぱりなんかちょっと感極まった感じがあります、はい、もう62メーターですか。すごい長いロールケーキ、よかったと思います。楽しかったです。美味しそうだよね。早く食べたいね水戸市がチョコレートの購入金額1位だったことが10年ほど前にありました。でその後ずっと周囲を、他の町に奪われてしまって、低迷してますので、なんとかもう一度周囲を取り返したいということで始めました。皆さんが気持ちを一つにして作らないとできないことなので、とても毎回感動します。とても嬉しい出来上がりの姿だなと思っています。今順番に発行していきますので少しお待ちください。